はい、どうも、こんにちは。今回作るのはこちら。そう、サイバーパンクテキストの作り方です。なんとこのサイバーパンクテキスト、テキストレイヤー1個で作ることができます。しかも後からフォントを変えることもできるし、色も変えることができます。あと文字に線を追加したり、影を追加したりと、いろいろね、後編集が効くように今回ね作ってみました。本当に今回作り方は簡単で、まあ、いつもみたいなね1時間半とか1時間とかかかる代物じゃなく、15分とか20分ぐらいで作ることが可能なんで、アフターエフェクツ初心者の方もねとっつきやすいんじゃないかなと思います。というわけでですね、簡単に作れるサイバーパンクアニメーション、早速行ってみましょう。はい、それではやっていきます。今回作るのはねこういう感じのやつです。こんな感じですね。こうサイバーパンクなテキストアニメーションを作っていきます。で、これ後からね文字打ち替えてもできるんで、できるし、なんならこのテキストレイヤー1個でね完結して作ることができるんで、後々いろいろ使い勝手がいいんじゃないかなと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、まず新規コンポジションを作ります。コントロール N、 Mac の方はコマンド N でコンポジションを作ります。じゃあコンポジション名はサイバーパンクテキストとしておきますね。で、まあデュレーションは15秒ぐらいにしておきます。で、 OK で、もう文字は何でもいいんで、よいしょ、適当に「サイバーパンク」と打っときます。まあ色とかは個人的には、まあさっき作ってた黒に赤線でやっていこうかなと思います。で、よいしょよいしょ、フォントはこのピストリアっていうねフォントを使って、これなんかフリーフォントなんで、このね PISTOLEER で調べたら出てくるんで、まあよかったら使ってみてください。で、塗りを黒で、線が赤で、これを全体の線の上に全体の塗りにすると、いちいちねこの塗りの部分が潰されないんで便利です。で、あとは、まあ、線を 5ピクセルにして車体にしてるという感じです。で、ちょっとこの中だけちっちゃくしようかな、こんな感じに、よいしょ、しときます。はい、じゃあまずエフェクトからつけていきましょうか。このサイバーパンクのテキストレイヤーにエフェクトパネルから最大最小を入れます。最大、これだな、最大最小とい。で、操作の部分でこれを最大、次に最小っていうのを選びます。で、これ半径を上げるとこんな感じですね。なんか面白い効果が得られるんですけど、こんな感じですね。これを、そうだ、15ぐらいにしようかな。で、このチャンネルの部分をカラーからアルファとカラーにしておきます。そうするとこんな感じでですね、なんかもう数値を上げるだけでちょっとこうサイバーパンクのぐちゃぐちゃな感じになります。で、これを15にして、キーフレームスイッチオンにして、ショートカットキーの U でキーフレームを表示して、だいたい1秒ぐらいでいいんですけど、1秒ぐらいで、0にする感じにしときます。こんな感じですね。はい、次に
ブロックディゾルブを入れます。よいしょよいしょ、ブロックこれですね、ブロックディゾルこれを入れます。でブロックの幅を80ぐらいかな、先に変換終了100パーにしてみますか。100パーにしてここね、100パーにしてキーフレームスイッチオンにして、またこれ選択してショートカットキーの U を押して、1秒のところでこれを0にしますと、そうするとこうビビビビッと出てくる感じになるんですけど、ちょっと線が細かすぎるんで、ブロックの高さを20ぐらいにしようかな、20ぐらいにして、このねソフトエッジかっこ高画最高画質ってやつのチェックを外しちゃいます。そうすると分かりにくいかな、こんな感じでブロック状にビビビビッと出てくるような演出が追加されました。でこの幅とかね変えると、高さとか幅とか変えるとこうブロックの大きさが変わるんで、それぞれ別にこれは好みのやつにやってもらっていいんですけど、僕は今回ちょっとこう横長な感じがいいかなと思ったんでこれにしてます。はい。でここにもう一個チェッカーボードってやつを入れます。チェッカー、これですね、チェッカーボード。でこれは文字通りこんな感じのチェッカーボードが作られるやつなんですけど、この描画モードをですねステンシルアルファにすることによって、こんな感じで黒い部分だけが切り抜きされるんですよね、下のあれに合わせて。でこれをどうするかっていうと、この幅をですねぐーっとどんどんちっちゃくしていくと、もっと1.5 ぐらいかな、わかりますか、こうちょっと下になんか動画がないとわかりづらいですね、ちょっとここから引っ張ってきます。よいしょ、上海の絵の上にするとわかりやすいんですけど、こんな感じでこうビビビッとちょっと削れたような感じになります。でここからはまあ自由なんですけど、僕はこれにちょっとグローを入れたいなと思うんでグローを入れます。グローね、これを入れます。で、グローの色位置を 30%、 半径を15ぐらいかな。はい、ここまでできたら、次はですねテキストのアニメーターをつけていきます。一旦このエフェクト邪魔になるんで、全部ねちょっとここのオンオフスイッチをダダダダッとオフにしといてください。これでやっていきます。見えやすいようにやっていきますね。でここのテキストのこのアニメータースイッチをオンにして、まずですね見えないな、よいしょ、まず文字のオフセットをオンにします。そんでこの文字のオフセットじゃないや、範囲セレクターか、範囲セレクターのコードっていうのを開いて、モードを減算にして開始を50、終了も50でキーフレーム打ちます。で見てみると、でこれで文字のオフセットをマイナス7ぐらいかな、そうするとこう文字がね変わるんですよ。で1秒ぐらいのところでこう0と終了を100にすると、開始が50%から
0% に、終了が 50% から 100% にすることによって、この中心からですねピピピピピッと文字が変わっていくような演出ができます。ちょっと再生しますね。こんな感じ、なんかよくあるやつですよね。はい、これでこれは一旦 OK と。でもう一個アニメーター追加します。次不透明度を入れて、よよ不透明度を0にすると。で範囲セレクターまた一緒なんですけど、50/50にしてキーフレーム打ちコードを開いて、加算から減算にすると。で、約1秒のところで開始を0、終了を100にしときますと。そうするとこんな感じでなるんですが、この滑らかさのところを0にしときます。そうするとパッ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 と出るんで、なんかフェードとか邪魔なんでこれでやります。でこれはなんかこう出る前にあの文字のオフセットがピピピってなってた方がかっこいいんで、文字のオフセットのアニメーターのやつよりも、5フレーム前ぐらいでこれは完結してた方が演出的にはかっこいいのかな。最後にこうビビビっていうのが残った方がかっこいいと思うんで、こんな感じにしておきます。はい、じゃもう一個アニメーター追加します。アニメーターの塗りのカラーの RGB を選択して、これも全く一緒なんですけど、開始を50、終了も50で、キーフレーム、違った、キーフレームで、これは1秒のところで0で、終了に100で、コードの中の加算を減算にすると。はい、ちょっと見てみましょう。これすることによってこう途中がね色がつくんですよ。かっこいいでしょ。ビビビビッとドロロロロロっていう感じでね、色がつきました。はい、でここまでできたら、よいしょ、なんか重いな、この最大からチェッカーボードグローをオンにします。はい、再生するとこんな感じ、かっこいいですね。で結構もう一個演出僕入れたいんですけど、コントロール D でもう一個複製します。で、この上の方じゃ、下か、下の方をちょっと右下にずらし、文字の線をなしにして、塗りの色を青にします。ちょっとよりサイバーパンクっぽくしたいんで、でこのサイバーパンクの下の方のアニメーターのここの塗りのカラーのところ、わかるかな？よ。このアニメーターさんの中には塗りの色をもうね、ちょっと黄色にしちゃいます。そうするとどうなるかっていうと、こう、上にかぶってる文字は途中が赤だったじゃないですか。で、下を黄色にしとくんですね。で、この時にブロックディゾルブの、
ブロックの高さの値を15と、そうだな、90とかにしようかな。すると、こう、出方がビビビビビッと変わるんで、より複雑になって、アニメーションがそれっぽくなると。はい、こんな感じでできました。ちょっとこれね、テキストアニメーターとか使ってる関係上、文字のね、リンクができないんで、線とかがね、依存しちゃうんで、もしね、文字打ち替えたいって人は、両方打ち替えちゃってください。はい、というわけでね、今回はこのサイバーパンクテキストの作り方を解説しました。まあ本当にあとはですね、このエフェクトさえついてれば、下のですね、テキストアニメーターを差し替えることによって、いろんなものが作ることができるんで、まあ、とりあえずこのね、最大最小からチェッカーボードまでを、覚えておけば、まあ、あとはこう適当にテキストアニメーターでいろいろやればできますという感じです。で、よいしょ。こんな感じで文字とかフォントとかは自由に変えることができるんで、まあ、いろいろ皆さんの発想でいじってもらえればいいんじゃないかなと思います。というわけでですね、今回はサイバーパンクテキストの作り方を解説しました。ご視聴ありがとうございました。